アイリーン・ウォーノス、アイリーン・ウォーノス、アイリーン・ウォーノス、1956年2月29日から2002年10月9日は、アメリカ合衆国の連続殺人犯である。1989年から1990年にかけて、フロリダ州で7人の男性を殺害したが、そのすべてについて、娼婦として働いていた時に、レイプされた、またはされそうになったためと主張した。 彼女は有罪判決を下され、6件の死刑宣告を受け、2002年に薬物注射によって死刑が執行された。1956年、ミシガン州ロチェスターで、父レオデール・ピットマンと母ダイアン・オーノスの間に、アイリーン・キャロル・ピットマンとして生まれた。ダイアンは15歳で18歳のレオと結婚し、キース、1955年生とアイリーンの二人の、 子供を設けた。しかし、アイリーンが生まれる2ヶ月前に離婚し、アルコール中毒になり育児放棄。4歳の時に兄弟を捨てて出て行ってしまった。アイリーンの父親は、精神病を患い、児童を虐待したこともあったため、カンサス州やミシガン州の精神病院に入退院を繰り返した。1969年、13歳の少女に対する強姦罪で有罪となり、 服役中に自殺した。アイリーンはこの父親に会ったことはない。母親に捨てられたアイリーンと兄、キースは母方の祖父母によって育てられるが、日常的に祖父から肉体的、性的な虐待を受けた。ベルトのバックルで殴られたことや、ライターのオイルをかけられ、火をつけるという虐待を受けたこともあったという。また祖母は、アルコール使用障害であった。 11歳の時からタバコ、薬、食べ物と引き換えに、複数の異性と性的な関係を持ち、その中には、兄のキースとの近親相関も含まれていた。14歳の時には、祖父の友人に合換され、妊娠。1971年に、デトロイトの病院で男の子を出産。その子はすぐに養子に出された。1971年に祖母が亡くなった後、 アイリーンは高校を中退し、家で、祖父の近くの森の中に廃材で家を建てて住み、雨や雪の日には廃車の中で過ごしながら、娼婦として生計を立てるようになった。1974年、飲酒運転中に車から銃を発射し、コロラドで逮捕された。その後ミシガンに戻り、1976年には、バーでの暴力行為で、再び逮捕されるが、 高頭眼によって二十一歳で死去した兄、キースの生命権で罰金を払い、残りの金を浪費した。同年、ヒッチハイク中に、フロリダで六十九歳の裕福な男性ルイス・フェルに出会い、二人はすぐに結婚した。この結婚は、彼女の人生を変えるチャンスであったが、アイリーンはフェルに辛く当たり、バーで暴行事件に巻き込まれるなどしたため、 一ヶ月後にフェルにより結婚無効を申し立てられた。1981年フロリダのエッジブウォーターで恋人に振られて焼けになり酒に酔ったアイリーンは下着姿でコンビニエンスストア強盗を働いた容疑で逮捕され翌年刑務所に送られたが13ヶ月後に釈放された。1984年にはキーウェストの銀行で 偽造小切手を使用しようとした容疑で逮捕された。1985年12月には銃と弾薬を盗んだ疑いがかけられ、11日後に無効な運転免許で運転していたために拘束された。1986年1月、銃窃盗罪で逮捕された。マイアミ警察は彼女が運転していた盗難車からリボルバー銃と弾薬を発見した。 同年、デートナのゲーバーで、ティリア・ムーアという24歳の女性と出会った。すぐに、恋人同士になり、一緒に暮らすようになった。ティリアは、ホテルのメイドの職を辞め、アイリーンが売春で稼ぐ手助けをした。二人の恋愛感情は一年ほどで冷めたが、信頼し合える友人として、一緒に行動していた。誰も信頼できないアイリーンにとって、ティリアは、唯一の大きな存在だった。 二人は、アンホテルだけでなく、古い納屋や森の中で夜を過ごすこともあったという。1987年、男性に対する暴行容疑で、アイリーンとティリアを交流。同年、アイリーンは、無効な運転免許の保持、週刊高速道路を歩行したことで召喚状を受ける。1988年3月、デートナビーチで、バスの運転手が暴行を働いたとして訴えた。 アイリーンは運転手が口論の末に彼女をバスから押し出したと主張した。7月にはアパートで無許可でカーペットを剥がし、壁を塗り替えるなどの破壊行為により大家から訴えられた。1989年頃には彼女の振る舞いは明らかに蒸気を逸したものとなっていった。好戦的になり出かけるたびに誰かと口論を引き起こし、実弾を装填した銃を携帯するようになる。 売春との墨で生計を立てていたが、商婦としては高齢であったことなどから、なかなか客がつかなかったために必要最低限のものを買うのにも事欠くようになった。1989年、アイリーンを車に乗せたリチャード・マロリー、リチャード・マレリーという TV 修理業を営む51歳の男性が最初の犠牲者となった。後に次々と5人の男性の遺体が発見された。 マロリーを除いた被害者は、下記の通り。1989年から1990年の約1年間で合計6件の殺人事件を起こした。温暖で湿潤なフローリダで遺棄されていた死体はどれも不乱しており、見るに足りない姿であった。夢の国、ディズニーリゾートに続く道にも遺体が転がっていた。中には、全ラで川にコンドームが落ちていた遺体もあり、 捜査員たちは売春婦の仕業を一説としていたが、犠牲者は増えるばかりだった。ある日、アイリーンとティリアは、車の運転中に民家の庭に突っ込む事故を起こし、すぐ側で車を乗り捨てていた。その様子を、住人は目撃していた。車は、犠牲者の一人、ピーター・シームズのものであった。住人に事故を起こした人物の特徴を聞き、当局は二人を指名手配した。 数ヶ月後、アイリーンがバーで一人でいるところを潜入捜査官が逮捕した。アイリーンは当初、罪を認める気はさらさらなかった。最初に殺害したマロリーの件に対して、レイプされそうになったと正当防衛を主張した。しかし、1992年に有罪判決を受けた。同年11月、彼には暴力的なレイプ行為により10年服役した過去が、 あたことが分かったが、最審は認められなかった。ティリアは、検察側の証人で出廷してきた。警察と、司法取引を結び、起訴されることはなかった。誰も信頼できなかった、アイリーンの唯一の存在だった、ティリアの裏切り。すべてを悟ったアイリーンは、この頃から殺害を認めるようになる。1992年3月、アイリーンは、リック・ハンフリーズ、 トロイ・バーレス、デイビッド・スピアーズを殺害した容疑を認めた。6月に、チャールズ・キャルズ・カドゥーン殺害容疑も認め、5つ目の死刑判決を受けた。1993年2月には、ウォルター・ジーノ・アントニー殺害容疑も認めた。ピーター・シームズに関しては、遺体が見つからなかったために起訴されなかった。アイリーンは、彼女の犯した犯罪に関して、 辻褄の合わない供述をしている。七人の男性を別々の機会に殺害したことを語っている。アイリーンは彼らにレイプされたと主張したが、後にその主張を撤回している。最初の死刑判決後、それこそが私が望んでいるものだと語った。2001年になると、なるべく早く死刑が執行されるようにと働きかけ出した。彼女は、私は、 あの男たちを殺して、冷酷に金品を奪った。そして、もう一度やるだろう。だから、自分を生きたままにしておくのは、何の益にもならない。また殺すと思うから、自分は、法的能力があり、正気で、真実を語ろうとしている。私は人間を憎み、また殺人を犯すだろうと語った。処刑の数週間前のインタビューでは、世の中ふざけている。警察、 社会、システム。レイプされた私が処刑され、本や映画で金儲けに使われた。このクソが、とも語った。2002年10月9日に薬物注射によって死刑が執行された。アイリーンは1976年の最高裁による死刑解禁判決以来、アメリカで死刑になった10番目の女性である。最後の晩餐を拒否し、コーヒーを一杯だけ飲んだ。 最後の言葉は、I'd、e、just like t o s a y I am sailing with the rock, and I'll be back like Independence Day, with s やそじゅ o ろ k like the movie, big mother ship and all, I'll be back, 死後、彼女の遺体は仮装され、親友ドーン・ボトキンスの手により生まれ故郷のミシガン州にある木の下に巻かれた。葬儀では、彼女の希望によりの歌が演奏された。 ナタリーは制作中のドキュメンタリー映画を見て、彼女の境遇に大いに同情し、自分の楽曲の使用を快諾していた。1991年の米国映画、テルマ・アンドル・イーズは、アイリーンとティリアの物語をモデルとしている。ただし大きく脚色され事実と異なることが多く、事件を取り上げた、電気映画という位置づけではない。2003年、アイリーンの電気映画、 モンスターがアメリカで公開された。映画の中では特にアイリーンとティリアの関係に重点が置かれている。主演のシャーリーイズ・セロンがアカデミー主演女優賞を受賞した。また、同年、ドキュメンタリー映画、シリアル・キラー・アイリーン、モンスターと呼ばれた女が制作されている。この映画には処刑前日のアイリーンへのインタビューも収められている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。